今回は新型ハリアー G グレーとレザーパッケージを使いまして、運転席、メーター周りの、ご紹介させていただきます。では早速ですが、エンジンのスタートから、エンジンの、スタートボタンはですね、このシフトレバーの、奥のところ、こちらにございます。エンジンスタートしますと、メーターパネルの方にはこのようにハリアーという文字が浮かび上がるようになっています。メーターパネルは右側にスピードメーター、左側にタコメーターですね。こちらガソリン車になりますので、タコメーターが表示されています。アクセル踏み込むと、まあ、このような感じですね、タコメーターが動くというイメージでございます。で、真ん中にディスプレイがございまして、こちらいろいろ機能の表示などをするディスプレイなんですが、ステアリングに用意してあるこちらのボタンを使ってディスプレイの表示を変更することができます。例えば今表示しているのはオーディオソースの状態ですね。その他にも車のセンサーのオンオフの状態ですとか、各機能の設定変更、それから何か車からのお知らせがあればですね、このようにアラームですとかメッセージが出るという表示になっています。まあ、その他燃費のグラフなんかも出ますので、まあ、ご自分のドライバーの方の運転状態に応じて、まあ、燃費がどれぐらいで走ったのかと、そういったチェックもできるようになっています。はい。まあ、その他デジタルのスピードメーター、それから走行支援としまして方角を表示するものなどもご用意させていただいております。